今回は転職を探る方法というお話です。転職を探る方法、たとえどんな予測不可能な状況であったとしても、守り一辺倒の人生を歩むべきではない。仮に今の職場に違和感を覚えていて、転職を視野に入れているとしたら、前向きに取り組んでみるといい。その際には、本業に支障がない限り、同時並行で積極的に動いた方がいい。転職とは、生涯賃金、企業規模、地位といった社会的承認欲求を満たすための仕事ではなく、自分が心から熱狂できる仕事のことである。そうした転職に携わることは、幸せな人生を送るための要件である。転職に就くには、まずそこにつながっていく生きがいを見つける必要がある。生きがいは、仕事でなくても構わない。ただ、他の何を差し置いてでも取り組んでしまうこと、寝食を忘れて没頭できるようなことに限る。自分が人生をかけてでも夢中になれることは、これかもしれない、ということにたどり着くために大切なのは、様々なことに興味を持ち、情報を集め、実際に見たり、聞いたり、体験したりする機会をしつこいくらいに設け続けることである。人生の公式ルートにとらわれない生き方。平岩浩介著。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねをいただきますと、今後の励みになります。